よう、皆さんお揃いで。純平くん、誰かからお誘いあったんだ。ああ、こいつからね。どうも、みんなのアイドル友近くんです。わ、いやいいね、浴衣。お前らも来てくればいいのに。うっさいな。あ、リオとユウコも来てたんだ。友近が一緒に行く人いないって泣きついてくるから。で、私は岩崎に泣きつかれたの。泣きついてないって。あー、友近と二人の方が良かった。な、何言ってんの。なわけないじゃん、こんなバカのおもりなんて。言われてんぞ、純平。いや、お前だろ。みんな仲いいんだね。いいんだか悪いんだか。と、挨拶してなかったね。こんばんは、西脇優子です。こんばんは。こんばんは。こんばんはであります。男子の運動部のマネージャーさんだよね。うん、そう。こっちは岩崎リオちゃん、私の部活仲間だよ。こんばんは。あれ、リオってば緊張してる。バカ、生徒会長さんいるじゃん。そうそうたるメンバーだよね。うちの寮のメンバーだよ。いいなあ、俺もこの寮入りたい。純平が羨ましすぎて爆発しそう。いや、どうだろうな。私たちは向こうを見てくるよ。行こうか、アイニス。はい。では、失礼。あ、はい。どうも。2年生ばっかだから気使わせちゃったかな。というより、アイギスがいるからね。アイギスって、今の金髪の子？あの子もリオの子？ああ、まあ。すげえ可愛くなかった？見かけだけはな。え？っていうか何？みんなして浴衣なんか着ちゃって、いいじゃないですか、なあ、友近。いいですなあ、いつもと違う雰囲気。うん、みんな可愛いね。ありがとう。私も浴衣着てくればよかったかな。友近と伊織くんだからいいやって思ってたけど。え、どういう意味？そのまんま。岩崎は一人で着付けできるんでしょ？着てくればよかったのに。ああ、うん。でも、似合わないから。だよな、リオは浴衣って感じじゃねえもんな。え、そんなことないよ。岩崎さん綺麗な黒髪だし、肌白いし、似合うと思うな。そうかな。でもリオだぜ、ないだろう。は？ない？その言い方こそない。ちょっとひどいよね。あんた何様？ああ、ほら、こいつって大人の女ってのが好みだからさ、そこ行くとリオチンはちょっと違うかなって。そうそう、リオってガキ臭いからさ、浴衣とか女の子っぽい格好とか想像つかないもん。いやいや、そこでだよ、ギャップ萌えってのもありじゃねえ。普段元気な子が夏の夜にだけ見せるはんなりっての。そりゃわかるけどさ、やっぱ大人の女じゃないとボロが出るだろ。着慣れないもん急に着て、普段のガサツさが仕草に出たりさ。浴衣ってやっぱこうしっとりした色気っての、そういうのが身についてからじゃねえと着ちゃいかんだろって思うわけ。ああ、ちょっと友近、それはなかなか面白い意見をお持ちのようで。ごめんね、普段のガサツさが仕草に出てて。ほら見ろ。え、いや、竹橋さんたちのこと言ったつもりないんだけど。じゃあリオのこと？それこそないし。いや、私別に気にしてないから。自分でもないなって思ってるし。ほら、リオが自分で言うからさ。言うからさって、あんたね。磯脇もほんといいって。友近は昔からこうだし、女扱いとか全然。そうそう、何でも言い合える間柄ってろ、兄弟みたいなさ。兄弟、しかも男兄弟ね。はぁ、あんたほんとどういうつもり。いつか岩崎に見捨てられるよ。っていうか今見捨ててしまえ。え、ひどっ。リオはそんなことしないもんな。ねえ純平、あんたちょっと友近くん連れてってよ。何、そんな地雷踏んだ。いいから。リーダーめちゃくちゃ怒ってるでしょ、あれ。ああ、笑顔なのに目が笑ってね。なあ友近、お前知り合いが店出してんだろ、ちと顔出しに行こうぜ。ああ、そうだった。じゃあまたな、リオッチ。別行動？じゃあね、友近。ほら、リオも手振って。あ、うん。じゃあ、みんなおやすみ。あ、バイバーイ。あ、おやすみなさい。ったく、あんまヒヤヒヤさせんなよ。女子が売れ、ええの。
ガキなのはどっちだっつーの。確かにデリカシーなさすぎ。でも男の子と女の子で何でも言い合える間柄って憧れちゃうな。私はやっぱりちょっと線を引いちゃうっていうか。女の子同士の方が素は出しやすいよね。うん、だからね、寮にゆかりちゃんやリーダーがいてくれて本当によかったなって。あ、もちろん純平くんのことを信用してないとかじゃないんだよ。分かってるって。っていうかさ、さっきから黙っちゃってどうしたの、リーダー。あいつ殴ってくれちゃう。やめなさいって。本当にいいからさ、全然気にしてないし。気にしていいんだって。あいつはリオに甘えすぎなの。一回放り出したら反省するんじゃない。うん、でも反省してほしいとかじゃないから。あんたけなげすぎるよマジで。あ、もしかして岩崎さんって友近くんのこと。え、あ、うん、ありえなくない？いいやつなんだから。リオを泣かす時点でいいやつじゃないと思う。っていうかバカ。それだったらさっきのは本当にひどいね。あんたがあんだけ怒ってた理由わかったわ。顔に出てた？ものすごく。そのこと友近くんは知ってるの？うん、知らない。言ってないし想像もしてないと思う。知っててあんなこと言ってるんだったらそれこそボッコボコにしてやるって。だよね。何を騒いでいるんだ。大盛り上がりでありますね。ああ、イオリたちはどうして帰ったのか。知りません。どうした、何があったんだ。ムカつくこと言ってたんで追い出しました。もうほんとデリカシーがないっていうか。高2にもなって子供すぎる。優子にかかるとみんな子供になるんじゃない。宮本くんとかね。もうあれが一番子供よ。小学生の天田くんの方がよっぽど大人だわ。そうかも。純平くん時々やり込められてるよね。天田さんに勝てないのは真田さんもであります。天田さんと対峙した場合の真田さんの脳内物質の分泌が極度の緊張状態であることを示しています。脳内分泌？ああ、留学生でな。まだ日本語があまり上手ではなくて。真田先輩よほど子供が苦手なんだね。真田先輩ってボクシング部の人だよね。そうそう、ファンクラブまであるっていう。真田先輩も同じ寮なんだっけ。どんな人？一言では難しいな。明彦も大して変わらんさ。後輩を指導する立場でありながらいつまでも子供で困る。すぐ無茶したりですか？そうだな、デリカシーもあるとはいえ。確かにたまに天然で爆弾発言しますよね。大人っぽく見えるけど意外。結局子供じゃない男なんていないのかな。あ、あの人は前にポートアイランドのたまり場で助けてくれた新垣さん。キージョ先輩知ってます？真田先輩のお友達らしいんですけど。ああ、今は休学中だがうちの3年だ。そんなこと言ってました。雰囲気怖いけど優しい人っぽかった。その人かな。夏希ちゃんのお友達もよその学校の人に絡まれた時助けてもらったことあるんだって。ああ、私も聞いたことある。うちのブナ子が酔っ払いに絡まれてるとこを助けてくれたって。同じ人かな。そうか、荒垣が。それでその後こんなとこ遅くにフラフラすんじゃねえってがっつり叱られたんだって。私たちも叱られたよね。明彦もよく叱りつけられていたよ。真田先輩が？てか桐城先輩もよく真田先輩叱ってますよね。そんなことは。ああ、すってねえ、あるよね。ありますよ。クーラー効きすぎですか？いや、そんなことは。なんだ？誰か噂でもしてるんじゃないですか？コロマルの毛か？そうだ、今日は俺がコロマルの散歩を頼まれたんだった。そろそろ行くか。行ってらっしゃい。コースはどうしようか。
長泣き神社あたりは祭りで混んでるだろうしな。ゆかりさんたち昼間浴衣の相談してましたけど、お祭り行ったんですか？うん、アイギスにまた浴衣着せてワイワイ言いながら出かけて行った。アイギスさんも？順平も結局行ったようだな。アマダは行かないのか？はい、別に興味ないですから。そうか。真田さんは？人混みは苦手なんだ。僕もです。晩飯窓だろ、散歩帰りに何か買ってこようか。え、いいですよ、悪いし。構わないさ、自分の買い物のついでだ。え、じゃあ、ちなみに真田さん何にするんですか？ウミウシ？そうだな、ウミウシで牛丼か、ワックでハンバーガーか、オクトパシーでたこ焼き。たこ焼きか、ソース味いいですね。そうだな、祭りと聞くとこう、お好み焼きとか焼きそばとか。お好み焼きか、しばらく食べてないな。僕も。お好み焼きが食べたいなら神社によって買ってきてもいいんだが。でも僕別にすごく食べたいわけじゃないから、真田さんが行くならお願いしちゃおうかなって。いや、俺も天田が食いたいならと思っただけで。僕も真田さんのついででいいんですけど。一緒に買いに行くか。はい。